アブドゥル。今日の占いのテーマは、なんで連絡遅いんですか。なんで連絡返ってこないんですか。占っていきましょうよ。私ね、今回のこのテーマについてはね、めちゃくちゃ思い入れがあります。どうもビビアンです。名前を言うのも忘れました。私今気になってる人がいます。その気になってる人24時間後にね連絡が来るのよ。だからね、わかる意味。今日の22時に連絡をこちらからしますよね。そしたら明日の22時にね来るわけよ。意味わかんないだろって。多いと多分ね、この動画を見てくれてるって人はもう私の仲間でしょ。いや、お前んちWi-Fi どうなってんのって。え、電報ですかって。なんか、なに iPhone こうやってなんか自家発電してますかって言ってやろうぜ。マジがつくよね。というわけで、今日はそんな連絡が遅い彼どうしてっていうところちょっとね、頑張りしていこう。ちょっとマジ腹立つよね。はい、じゃあ選択肢選びましょうね。選択肢よいしょ、じゃらん。さあ、どれにするどうしようか。これよ。1番さん、2番さん、3番さんだね、これ、はい。で、ごめんなさい、もう私はね、表にしません。もうね、裏の方がね、多分皆さん直感力が働くと思うんですよね、私。はい。なので、ここからお選びください。さあ、どうぞ。ね、タバコ吸ってます、私。選びなさい、しくじりなさい。言うとります。選んだかしら。選んだかしら。どうだろう。ねえ、あ、そうだ、これやるの忘れてた。ごめんなさい。はーい。はい、それでは1番さんから見ていきたいと思います。イエーイ。まずはそう、まずは現状から見させてください。あなたたちの関係が今どんな感じなのかっていうところを見てからですね、ちょっとその連絡についてね見ていこうと思うんですけども、ちょっと待って、これじゃない方がいいな。君に決めた。このね、もうすごい性格が鋭いんですよ、このタロットちゃん。ものすごくね、もうバチコーンと出ます。なぜなら全部が大アルカナなんですよ。大アルカナのみのカードで構成されております。私の愛用のデッキでございますね、これね。それゆけ、やれそこだ。さあ見ていくよ。いいかな。んーどん。なるほど。そうですか。はい。なるほど。はいはいはい。あれなのかな？なんかしばらく連絡取ってないけど連絡取り始めたよとか、なんか再会したよとか、もともと顔見知りだったんだけど、なんか最近連絡取り始めましたみたいな、なんかそんな感じなのかしら。なるほどね。あなたが、なんか今、こう連絡についてもやもやしてたりとか、なんか彼のことをこんだけ考えてるの彼は知らないでしょ。彼、結構普通にのんきに生活してる感じがすごい出てる。
あなただけだよね、あなただけがなんかちょっとこう暴走モード突入みたいな、もうなんかもうクサクサするよね。めちゃくちゃ私気持ちわかるからね、誰よりも今もう本当同じ気持ちだから、なんかさ、なんか誰か他にいるってなるよね、なるんだよね。うん、でも彼優しいでしょ彼優しいよね、穏やかだよね、すんごい穏やかな人これ。うん、そうだな、なんかねこの人はね、あのね一言で言うとね、馴染んでいくっていう仲良くなり方すんのよこいつ。あ、こいつちょっとそう、でもそうなのよ。でね、適度な距離感を保ちたいっていうタイプの面倒くさい人にね、ここ持ってかれて、これは時間かかるんだよね。だからあなたからするとさ、それもさ、多分なんとなく分かってたでしょ。分かるって今なってるでしょね。じゃあまあちょっとね、こう LINE とかでこまめに仲良くなっていきたいんですって思うんだけど、いや帰ってこねえしね、未読なげえし、既読つけても帰ってこねえ、なんなのこの時間って。ただそんな彼には特徴があるね、私これわかります。はい、おざなりな返信じゃないでしょうちゃんとした返信返ってくるでしょ。ただそのレスポンスの悪さよっていうところだよね、多分ね。うん、この言い方がドンピシャってわけじゃないんだけどね、彼ねちょっと天然入ってる感じなんだよな。欲がないの、欲が。うん、例えばさ、あなたからするとさ、なんか私を性的に求めてとか思うじゃんね。そんな素振りもないでしょ。うん、なんか他の男たちみたいにさ、もう可愛いね、いつ君ん家行けるとか絶対言わない、このタイプ。このタイプはね、マイワールドみたいなの持ってんだよね。マイワールド、自分が興味あるところここみたいなさ。そう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 、だからあなたからすると、一体あなたってどんな生活してるんですかみたいな、うん、聞きたいよね、多分ね、聞きたいと思う。あなた何時に起きて何時に出勤して、ね、もうお昼ご飯は何時に食べて何時に仕事が終わって帰ってから何をしてたらこんな LINE が来ないんですかってね、聞きたいと思う、聞きたいと思う。うん、ただこれを見る限りね、これを見る限りあなたたち近々ご飯か何か行きますか、ご飯かなんか約束してますか、会いたいねなんてお話してますか、そのレスポンスねない中で。なんだかわかんないけど、その近い未来に女帝のカードが出てる、うん、女帝のカードが出てまして、なんかちょっとラブ展開が待ってるんですよ、近い未来で。はい、ただ残念なお知らせがございます。ピンポンパンポーン、1番さん、アウトです。そうそうそう。ごめんなさい。うん。最終結果がね、世界のカードの逆位置が出ちゃってんだわ、これがね。このまま行くとね、あなたの方がね、もういいやって。もうなんかあと一歩のところでなんかずっとくすぶってるからもういいですみたいな感じになっちまうんだな、これがな。うん、悔しいね、悔しいよね、そんな未来にはさせません。仲間ですからね、私をルフィだと思って私の海賊船にお乗りなさい。あなた何選んだのこれね、これ気になってた、あなた何選んだか。はい、どうぞ。これアニマルカードでございます。イルカじゃん、イルカじゃん、ドルフィンってるじゃん、何なの。This and that are true. 私分かんないのよね、英語。うん。ああ、でも、そうか、そうか。英語の意味は全く分かんないんだけど。イルカちゃんが言うには、やっぱりね、あなたから引っ張っていく。あなたから引き寄せていけば、あなたの理想っていうのは叶いますよって言われてる。
なんかこう、この恋を終わらせるのも、始めさせるのも、動かせるのも全部あなた。ただね、あなたって人はね、そう、分析感だよね、多分。分析ばっかりしちゃうでしょ。人間関係とかもあなたってすごいバランス感覚すごいいいと思うのね。空気読めるタイプ。うん。みんなの調和を保つみたいな。なんかそんな感じのタイプさんなのよね。うん。だから、結構客観的に物事見る人でしょ。うん。あんまり主観で見ない。私の予想だと、ディズニーランドに行って、なんかキャラクターが出てきてもギャーとはいけないでしょ。あ、ミッキーだ。かわいい。うん。みたいな、そんな感じになる方なんじゃないですか。まあそこもね、私と一緒なんだけど。うん。そういうタイプの人だからこそ、彼の出方をどうしても見ちゃうと思うの。彼の、こう、出方、リアクションを見て、あー、なるほどなー、みたいな感じで、分析感になって、あ、じゃあ、私に脈ないじゃんとかね。え、どういうこと？脈あるってこと？みたいなね。そう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 。でも、これだけは言っとく。これだけは言っとくけど、あなたは三流だ。三流分析官。うん。平社員、みたいな。うん。分析があんまりね、できてない。できてるつもりになってるだけでできてない。でも、私が言ってることわかるよね、多分ね。そうなのよってなってると思うの。分析できてたら、あなた、もう、過去の段階で、もっとうまくやってると思うの。うん。もう、ここから先はあんまり分析しない方がいいと思う。いわば、もっとバカになっちゃえばいいんじゃないかなと思うのね、これ。うん、そうなんだよね。さ、じゃあここからですよ。ここからどうして連絡そんなに遅えのって、どうしてそんなに連絡してくれないのっていうところを見ていきましょうね。ちょっと彼のね気持ち、うん、連絡に関してのね、何してんだバカ野郎っつって、うん、すっごい出方した、見た今の、すっごくない、今のピョン言ってピョン言って、一応バックカードも、よう出るのよね、こいつ。このね、亀さんよく出るんですよ。スローウィングダウン、どんだけや、ゆったりすぎやっつって。ああ、なるほど。なるほど。なるほどね。すごい、全部ダイアルカナで出たね。3枚ともダイアルカナも、すごい。ああ、はいはいはい。こりゃ、深いぞ。おう。これ、不敬こと言ってるぞ。あのね、多分彼ね、今ね、やらなきゃいけないことっていうよりかは、やりたいことがあるんだよね。何がやりたいって、多分仕事なんだよな、これね。うん、自分のレベルを上げたいっつってんのよ。うん。あ、そう。彼ね、これ、意外かもしれないけど、自分に自信がないね。うん。自分に自信がなくって、だから何か自分に付加価値をつけたいと思ってて、それに対して今頑張ってんのよ。うん。だから、連絡に関しても、僕がしたい時にするって、いや、当たり前だよ。それ当たり前なんだけど、今、私言ってて意味わかんなかった。そう、当たり前のことなんだけど、彼にとってはものすごくこの感覚って今大事なのよ。そう。で、なんかね、今、恋愛をするっていう気持ちが、あると、それの邪魔になっちゃうから、今はこうさせてください、みたいな感じ。で、そのうち、これ、レベルアップが終わったら、僕は、その恋愛の方をちゃんとしますよ。恋愛をちゃんと見ようと思いますよ、みたいな感じのことを言ってて。
そうなんだよな。その恋愛スイッチがね、今ね、入ってないって言ったら、そうなんだってなっちゃう。じゃ違うのよ。わざと入れてないの。このわざと恋愛スイッチを入れてないっていうところが、すっごいポイントなの。ね。ってことはよ、逆のことを言えばどういうことかっていうと、恋愛スイッチが入りそうになってる自分がいるって言ってんのよ。あなたのことこれ好きなんじゃないのって気になってんじゃないの。そこ見ましょうよ、そこ見ましょうよ。ちょっと待って、このカードじゃないって言われちゃった今。ロマンスエンジェルだよ。占い好きな人ね、ロマンスエンジェル大好きだよね。私も大好き。ロマンスエンジェルをさ、あの先生がさ出してきた時のワクワク感たまんねえよな。何が言いたいんだろうこの人。あなたへの気持ちよ、これね、これだ、はい、このカード出ちゃったよね。赤い旗に注意っていうカードなんだけど、ごめん、そっか、ごめんね。私さっきさね、なんかあなたのこと好きなんじゃないとか言って、なんかごめんなんか希望持っちゃったよね。いやでも多分なんだけど、大多数の人が、いや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 って思った?今さっき私のこと聞いて、上げ鑑定してんじゃねえよって思った人もいるかもしれないね、これね。なんだかモヤモヤするよね、やっぱりね。いや、なんか、いや、やりたいことがあるのは、重々承知ですと。重々承知なんですけども、それだけか?みたいな。マイペースにも程があんじゃねっていうところ。そうだね。なんか気になってるお相手がいそうな感じするね。あなたとは別にね。このお相手がね。このお相手さん、なんか気になっちゃってる人がいるんじゃないですか?それに対してあなた気づいてないですか?多分この相手だわみたいな。彼にお相手っていうか気になってる人が、おーっと、なんだこりゃ。いきますかこれすごい飛び出たからね、このカード行こうね。はい、このカードです。あのね、近々、もう本当に近々だと思う、これ。彼、気になってる人がやっぱいるわ。過去からずっと。最近出会った人がいるんだとしたら、それより前だと思う。気になってる人がね、ずっといたと思う。で、この感じから受けるに、多分一回断られてるか、気になってる人に恋人ができたのか、なんかそんな感じがするんだよね。なんか彼気持ち整理しようとしてるんだよな、なんか。はっきりさせようとしてる。で、そうだね、そこに被さっちゃったんだね、いろんなことがね。ああ、なるほど、なるほど、なるほど。わかった。わかりました、わかりました。やっぱね、彼の中で頑張りたいことが、頑張らなきゃいけないことがあって、それと同時期に気になる人もちゃんといて、でもそっちとはあんまりうまくいってなくって、はっきりさせなきゃって感じ。そんな時期にあなたたちが再会してるね。再会してる。あ、ごめん、再会してるって言っちゃったけど、再会してないんだけどなっていう人もいるよね。それ友達から紹介されなかった。友達から紹介された人もいるかもね。だからあなたからすれば、
なんか腐ってる時に、え、いいの？こんな人紹介してくれてみたいな感じで嬉しかったんじゃない？怒りのカード、安定してる。うん。あ、違うね。安定のカード、ごめんね。怒りのカードの次に山のカードだから、安定が難しかったんだ、今まで。ささやかな幸せ、一緒にいたいが無知のカード、セックスが秘密、ラブ、ああ、セックス好きなのね、この人。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12。え、なんかごめん、ちょっとすごい意外なカードばっかり出て、ちょっとごめんなさい。まず、セックス自体は好きだわ。今さっき性欲ないって言ったよね、この人ね。あ、性欲がないっていうか違うんだね。あの、性欲をあらわにするのが大の苦手だし、気持ち悪いってそういうの、気持ち悪いと思うし、ただ、愛し合うのは好きなんだ。うん。ほらほら、性欲、ね、ユリのカードの横に本のカード、秘密にしたいって言ってんのよ。ね。で、性欲の隣に無知のカードも出てるでしょ？無知、無知。ペンペンペン。そう。だから、性関係に対して彼って結構こう、ちょっとだけこう、なんていうのかな、閉鎖的に考えてるところがあるよね。うん。で、ああ、なるほど。はい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 。やっぱり、彼、気になってる相手のことは誰にも言ってないと思う。秘密にしてる。うん。秘密にしてて、なんで秘密にしてるのかっていうと、その気になってるお相手に、相手がいる。うん。相手がいるね。相手がいるから言えないみたいな感じになってる。そうですか。いや、そんなことどうでもいいよね。もうさっさとね、はっきりさせろよっていうか、ね、もうはっきりしてるだろうって感じなんですけど、あ、そっか、ここもか、ごめんなさい。忘れてた。で、彼は、あ、すごいなんか仲間内で結構人気者なんだね。だからやっぱそうだよね。最後にね、あの、ルノルマンの月のカードが来てる。ルノルマンの月のカードってロマンティックっていう意味があって、そう、ロマンティックなイメージ、あと意味があるんだけども、そっか。やっぱ恋愛は求めてるよね。で、同じコミュニティから恋愛したいっていう感じが強い。そうかそうか、なんか友達関係から恋愛に発展したいとか、なんか顔見知りから恋愛に発展したい感はあるよね。まあでもすごいなんかちょっとめんどくさいわねこの人。いや、そう、めんどくさいんだよな。いや、わかるよ。なんか分析感からすると、今までの男はこうしてたら、こっち側になびいてくるみたいな、あるじゃない。ね。このテクニック使ったらね、こういう反応がもらえて、みたいな。通用しないっしょ、この相手。そう返してくるみたいな。なんか不思議な感じじゃないこの人。私によく思われたいと思ってますって質問したくなるタイプだと思う。うん。というわけで、まぁ、ちょっとはっきりしたことを言うと、今のところこの人やりたいことがある。プラス、気になってる人がいる。だからその気になってる人をちゃんと消化できるまでは、あなたへの返信っていうのはどうしても遅くなる。うん。で、申し訳ないんだけど、返信遅くなることについてそこまで気にしてない。あなたはやきもきして待ってるかもしれないけど、向こうは送りたい時に送りますみたいな、そんな感じがすごい強い。うん。そうなのよ。ただ、ここからが重要なんですけども、あなたたちは、これから、その、
ラブチャンスが近々めちゃくちゃもう本当にやってきます。お食事に行けたりとかね、二人で時間過ごせるっていう、そこの時間があります。その時に、どれだけあなたが、もう、おバカちゃんになって、分析をするんじゃなくて、もう、攻め。うん。攻めちゃったらいいと思う。で、そこで、まあ、なんか彼、結構こう、ポワーっとしてるから、ポワーっとしたままなんか言うと思うのよ。なんか、気になってる人とかいるんですかって聞いてみたら、なんか、あ、実は、いてー、みたいな感じの話されちゃうかもしれないけど、そこでイラッとして、なんやこいつ、ペッ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 ってならずに、そうなんだ、私にすればいいのに、ぐらいのことを、もうバーって言っちゃっていい、これ。うん、言っちゃった方が、先に進むと思う。うん。もっとわがまま言っていいわ、これ。でね、あの、おすすめはね、向こうがポワーっとしてるから、こっちもポワーっとしとかなきゃダメ。うん。向こうがポワーなのに、こっちが、それでは今から取り調べを行います。これダメだ。これはね、うまくいかないね。そうね。なので、ごめんなさい。これに関しては、なんかね、今あなたができることってそこまでないのよ。そこまでない。っていうのも、向こう待ち、向こうが終わり待ちってか、まあ、はっきりさせる待ちっていうのかな。うん。はっきりさせる待ちで、あなたはもうほとんど、なんかね、裁判の判決を聞く人みたいな感じのイメージ。うん。なんかもう判決を聞くまでの時間って別に何もできないじゃない。ただただ部屋でさ、こう、静かに心を落ち着かして準備するぐらいしかできないから、本当にそんな感じですね。で、向こうが、その気になる人を本当に選んじゃう場合もございます、これ。うん。で、やっちゃいけないことに関しては、ネガティブなこと。もう全般的にダメだね、ネガティブなこと。例えばだけど、送信取り消し、もう あまりにも、あの、返信が遅いから、送信取り消し、私みたいに、うん、私みたいに送信取り消しをしちゃうと、ダメ。うん、彼から心の距離を空けられちゃうから、ちょっとそれはダメだね。ポジティブに行きましょう。で、もし SNS とかを繋がってる人がいるんだったら、彼のいいね欄見たら結構わかりやすい。なんか同じ女の人に何回もいいね送ってたりすると思う。わかりやすいから、マジで。うん。で、こういうこともしてると思うんだよね。その女の子が彼氏となんかディズニーデートとかいうのにいいねしてたりすると思うのよ。うん。あ、こいつかーって思うから。まあ、SNS やってる人だったらね。うん、ちょっと見てみてください。はい、一番さんありがとうございました。ちょっとね、うん、判決待ちで苦しいと思うんですけど、あの、自分のやりたいことをあなたもやってください。そうです。自分のやりたいことをやる。で、返信についてはそんなにもう、囚われないっていうことがね、大事です。判決が出るまでは。判決が出て、よっしゃ、こっちのもんだと思った時に、ガーッと攻めましょう。攻めましょうね。はい。以上です。ありがとうございました。さあ、それでは、2番さん参りましょう。アブドゥラ。ねえ、2番さん、なんで連絡来ないの？気になりますね。まずはね、あなたたちの、なんか、関係性が見たいんですよ。どんな感じで出会ったっていうか、まあ、どんな感じのね、過去を持ってて、今現在どんな感じの関係性で、彼がどんな状態で、あなたがどんな状態で、みたいなね、ちょっと総合的に見ていこうと思います。はい、というわけで、このカードは私の愛用する、もう大好きなカードなんですけども、性格がね、ちょっとね、鋭いんです、この子。なので、バチコーンと出ちゃいます。まずはね、全体的なところをパッパカパーンと見ていきましょうね。よっこらしょ、一らさあ。はい、じゃあ見ていくよ。よいしょ。おー、死神の逆位置。いきなり死神の逆位置。
おー、女教皇。聖地。おー、ロボーズ。恋人たち。あら、まあ、どういうことかしら。あら、あら。何ですか、この意味のわからない関係性は。あらら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 。これは過去喧嘩しちゃったのかな、なんかギスギスしてた、喧嘩してた、別れた、復縁系で見てる人がいるのかな。あとはもうなんていうの、まあそういう喧嘩とかそういうんじゃないんだけども、あなたからするともうどうにもならない理由でこうなってますみたいな、なんでこうなっちゃいましたとか、せやな、せやな、難しいねあなたたち、なんだろうね、すごいなんかあの、アンバランスさがやばい。いや、これもしかしたら複雑恋愛で見てる人もいるかな。腐れ縁な感じもするな。なんだろう、過去からね、多分ね、終わらせようかな、いや、終わらないみたいな、新しい恋愛に行こうかな、いやでも未練が、そんな感じよ、ずっとなんかずっとそんな感じをしてんじゃねえかこれ。だからあなたも今でさえもやっぱり極端に考えない、もう別れた方がいいよね、さよなら、いや待って違うみたいな、なんかこう、てかあなたちょっと疲れてきてる感じもすんだよね、もう何この関係みたいな、どうすればいいのみたいな。で向こうは向こうでなんか不安に思ってんだよね、この先大丈夫かなみたいな、なんだろうねこの難しいな、何があったの、ちょっとごめん、何があったかが分かんないから、ちょっとルヌルマンで先に見ようかな。まあでもこれだけは言っとくけど、すっごいあなたたち未来めちゃくちゃ明るいからねめちゃくちゃ明るい。秘密、秘密って出ちゃった。やっぱりちょっとこの選択肢2番さんはね、ちょっとね複雑恋愛、なんか相手が既婚者だったりとか、そういう人がね見てるかな。やめれない、終わらない、なんかそんな感じが、そうずっとそんな感じがするんだよね。秘密だね。で、道が出てきた。はい。不安だよね。やっぱりね、なんか A or B っていう、なんか Yes or No みたいな、なんかね、そんな感じの道を選ぶのが不安だっつってて。あら、仕事のカード。ほう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 。あらまあ、もしかすると、ごめんね、もしかするとばっかり言っちゃうんだけども、複雑恋愛って言ったの、あなた、2番さんが、もうご家庭がある方とか見てらっしゃるかもね。1、2、3、4、5、6。やっぱほうね、家のカード出ちゃったもんね。コウノトリのカード、家のカードの前に、魚のカードが出てるから、やっぱりこう、私は私で家庭があるみたいな、なんかそんな感じもするね。あ、離婚したいのか。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12。なるほど。はい。なんか離婚したがってる。今の、まあ、家庭がね、ない方も見てらっしゃるとは思うんだけども、家庭がない方に関して言うと、別れたい人がいるとかね。だってすごくない？ここの流れ。秘密の関係で、A or B ね、
こうどっちに行けばいいのかがもう分かりませんみたいな感じのことを言ってて、私には私でやるべきことがありますね、やるべきことがあって大切にしなきゃいけないものがある、でもそれってしたいとは思ってない、しなければならないとは思ってるんだけど、したいとは思ってなくて、でそれをやめにしたいんですと。棺桶のカードね、あ、ごめんなさい、棺桶って言っちゃう、棺のカードが出てます。で棺、それが終わりさえすれば、それが捨てられさえすれば、スターのカード、私の理想はね、理想はね、ここでね、紳士のカードも出て、私の理想はあなたとね、あなたがキーマンですよって、鍵のカードが出てね、あなたと安定することですつってるから、やっぱり2番さんはちょっとね、昼顔だね、昼顔でしょ。だからかな、やっぱりこうダメダメ分かってる、極端な考え方しちゃう、でもプラトニックでつながってますって言ってんだね、これね。連絡か、なるほど、連絡がないんだもんね。だからやっぱより一層不安にはなるわよね。まあどんな感じなのかちょっとね、彼側見てみようね、彼の気持ちね、彼の状況とか状態とか、なんで連絡に関してね、これね、連絡に関してなんで連絡くれないの、どうしたのっていうところ、ね、ごめん、これね、こう見させて、なるほどって感じだった、はいはい、でこう見させてね、なんで2パターン用意したかもね、ちゃんとちゃんと言います。なんで2パターン出したのかというと、実はこの死神のカードの逆位置、過去のカードなんですけど、これ別れた人と別れてない人がいるんですよ。すごい微妙なこと言っちゃって申し訳ないんだけど、死神の逆って結構微妙なのね。例えば、ある本を開くとこう載ってるし、ある本を開くと真逆のことを言ってるし、みたいな、そういうなんかちょっとこう、矛盾したカードだったりするんですよ。死神の逆がね。なので、過去もう別れちゃって連絡が取れなくなっちゃった人、見てるよね。で、いや、別れてないんだけども、あからさまに連絡頻度が減りました。だったりとか、連絡のスピードが遅いです、ね、返信のスピードが遅いですっていう人が見ている場合があると思うんですけど、なので、A パターン、今から私が言っていく A パターンの人は別れてない人です、これ。別れてなくて、未だに関係性が続いてますよ。ただ、その中で返信が遅くなったり、帰ってこないことが増えましたっていう人ね。で、B パターンの人、B パターンの人は別れちゃいましたって人です。はい、この感じでちょっとね、見てください。まず A パターンの人、別れてないんだけどっていう人ね。あのね、彼ね、今、仕事かな、これ。何なんだろう、趣味かな、どっちかわかんないんだけど、めっちゃ楽しいっつってんのよ。めっちゃ楽しいっすわって言ってて、多分なんかこう、集中してなんかをやってる感じがするね。まあ、クリエイティブ関係のお仕事の人だったらもう仕事。で、クリエイティブ関係じゃ全然ないですよっていう人なんだったら、例えば漫画、アニメ、あとはゲームとかね、なんかそんな感じのことにハマってる感じがするな。そうだね。まあ、とりあえずはもう何にせよ、自分の個人的な時間を楽しんでますって言ってる。彼、自営業で、しかもなんかクリエイティブ関係だったりしない？デザインとか、まあ経理の人もいるかな。経理関係でなんか、まあ経理関係、まあ、とにかくなんか自営業の人が多いんじゃないかな、この感じ。そっち側に集中してるね。何かを作り出したりとか、何かを仕事を終わらせようとしてる感じがするんだよな。あなたが冷めたんじゃないかって不安があってんだよな、向こう。あなたが冷めちゃったのかなぁ、みたいな。何が原因なんだろう、みたいな。ちょっと気づいてない感もあるな。
なんでそんなになんか態度冷たいのみたいな、うん、ですね。で、B パターンの人ね、別れちゃった人、過去別れましたっていう人は、今、君の存在って何だったんだろうってめちゃくちゃ思ってる。君と出会えたこと、君の中であなたのことばっかり考えてる。あなたのことばっかり考えすぎて、考えすぎて、考えすぎて連絡してこない感じ。うん。もう過去生のカードが出ちゃってるからね。そうだよね。なんかまた同じことの繰り返しをしてもいいのかな、君を苦しませるんじゃないのかなみたいな。僕は君に何ができる、で何をしてしまったんだろうかみたいな、すっごい深いこと考えてるよ。なのでね、これね、どちらにせよなんですけど、連絡は来ます。もう分かりやすく連絡はすぐに来ると思う。これ待ってな、ちょっと待ってた。すぐにって言っても、まあ、1ヶ月とかそこら辺は見てほしいけど、私ね、ごめんね、期間とかなんかこう数字を言う占い大っ嫌いなの。もうなんか1週間以内に来ますとかね、そういうのがあんまり言いたくないのよね。13日後にとかね、ちょっと私はそれ出せる自信がないのでそれやりませんけど、いや、これはそんなに待たないと思いますよ。むしろ自分の方から催促しちゃってもいい感じもするな。あなた何してんのみたいな。それが例えば連投になろうとも、連投になろうとも、そういうこと言っちゃってもいい感じがしますね。特に A パターンの人は、いや、あなたが連絡くれないからでしょってちょっと怒っちゃってもいい。そうそう、怒っちゃってもいいな。そうするとラバーズのカード、もうラバーズが控えてるからね。2番さんすっごくね、おいおいって感じだ。まあでもね、このラバーズもよく見てほしいんだけどね。ね、あれ、まあ3人いらっしゃるわっつって、そう、3人三角関係で、やっぱなんかちょっとあなた複雑恋愛臭がすごい。で、対応策に関しては皇帝のカードがね出てますね。もう主導権握ってるのはあなただから、あなたがどうしたいかみたいな。2番さんかなり限定的な感じになっちゃったので、当たってない人もねたくさんいらっしゃったかなと思うんですけど、ごめんなさい。複雑レイヤーの方のみにのみ当たる感じになっちゃったと思うんですけども、こんな感じでございました。ちょっとね、アドバイスね、まあなんだろうね、全部信じなくていいから、まあ参考にできるところがあったら参考にして進んでみてください。はい、ありがとうございました。2番さん、またね、バイバイ、ありがとうございます。さて、はい、じゃあ3番目を選んだ方ね、3番さんいきますよ。なんで連絡くれないのっていうね、はい、なんか連絡遅くないっていうところを見ていきましょうね。まずはあなた方のね、気になる彼とあなたの今の現在のね関係性だとか、まあ、そこら辺をぐいぐいっと総合的に見ていこうと思います。どんな感じでしょうね。まあでも連絡くれないって本当に嫌よね。マジイライラするよね。連絡くれないけど、遅いって嫌なのよ、もう。遅いだけでさ、なんかもう脈なしの、どうなのみたいな。行くわよ。行くわよ、行くわよ。さあ、参りましょう。見ていきます。やっぱね、ちょっとね、そうね。進展性がまあ遅いよね。てか進展性ないんじゃない？進んでる感なかったでしょ。その場でなんかこう足踏みさせられたというか、
だってそうよね、コミュニケーションが取れないんだもんね。っていうか、なんか、いや、始めさせてよって感じだよね、多分あなたからするとね。過去のカードから魔術師の逆出ちゃったもんな。で、現在が司祭のカードの逆位置か。なんだかよくわかんない関係だね。なんなのこれみたいなね。わかるわかるわかる。普通じゃないよみたいな。なんか、友達ってわけでもないし。なんか、恋人ってね、わけでももちろんないし。なんなのなんなのだよね。おーっと近い未来で友のカードの逆位置来たか。おっとこれどうなるの最終結果。3番さんちょっとやばい。3番さんやべえ。最終結果、運命のは？なんだこの関係性。やばい。ちょっと待ってね。3番さん何を選んだか。アニマルカードです。ドン！コガネムシだ。コガネムシだよ。魔法使えるよ。なんだこりゃ。面白いぞ、お二人さん。あのね、まずね、そうなんだよ。過去からずっと進展性がなかったんだよ、お二人さんがね。で、今現在になって、まあなんかこう、まあ変わってないよね、基本的にはね。変わってねえんだよな。まあ過去より若干進んだ感じがするけど。でね、あなたはね、もうずっとこれを考えてると思う。今現在もね、過去から今現在ずっと考えてることがある。こんだけ私、彼の連絡を待って、ね。彼の連絡を待って、その価値があるのかしらってね。多分思ってると思うんだよね。それをするだけの、なんかこう、答えてくれるのみたいなさ。もう、あなたね、結構我慢してきたと思う。ちゃんと我慢してきたと思う。この彼に合わせて。我慢して我慢して我慢して。そうね。ただ、なんか、もう尽くすのにも限界があるからね、みたいなね。しかも、あんた分かってないでしょって思ってるよね。彼に気持ちが全く伝わってないよね、多分。で、彼の方はね、すっごい微妙なこと言ってるね。すごい微妙なこと言ってんのよね、今。今の状況がね、なんか終わりにしたい、でも終わらせられないとかね、何かを始めたい、でも始められないんだよね、みたいな、なんかちょっと過去にしがみついてる感があるんだよな。ただね、だからね、彼のね、スタンスって今、超絶微妙なのよ、ずっと。新しい恋愛したいです。でも、過去が忘れられませんなのよ。ただ、あなたたち、今後、やばいっす。やべっす、これ。今後ですね、その関係性がね、ガコーンと崩れる何かが来ます。そのガコーンと崩れる何かっつうのがマジックだね。あなたが引いた、この3番さんが引いた、マジックが来ますね。いえ、なんかね、これ、会う約束してる人いる？会う約束してる人がいるんだったら、なんかデートの約束とかがね、できてて、みたいな。今後します。例えば、こう、花火デート行こうと思ってますとかね。それだけ決めてるんですって、彼レスポンスないけど、それだけ決めてますって人が見てるんだったら、それが原因でガラッと変わる。これね、あなたたちね、まずね、私から言わせるとね、本当に会った方がいい。連絡でどうのこうの、なんとかしようと思っちゃダメ、これ。会った方がいい。会ったら変わる。
会ったら変わるぞ。大事なことだからもう一回会ったら変わる。うん。でもあなたはそうだよね。で会うまでが難しいんだってってなるよね。帰ってこねえんだもんってね。ちょっと彼の連絡に対するね、ちょっとどういう感じの気持ちがあるのか、連絡に、あなたへの連絡に関して、なんでそんな任せんのみたいなね。暴れる。そう、てか彼変な人なんだよな。それあなたね、まだ気づいてないかもしれないよね。こんだけ連絡待たされてたらね、変だよ彼。うん、なんかね、すごい個性的よ。よし、はい。うん、インナーボイス、はい。うわー、また、すごい。ねえ、リンクだよ、リンクだよ、ほら。塔のカードがもう、何よ、うわ。なるほどね。多忙な人が多いな、まず。まず最初にそれ来たな。多忙、うん。忙しい、彼。本当に、普通に忙しいと思う。あれもやって、これもやって状態かな、まず。だから、余計なことをそぎ落とさなきゃいけないっていう、毎日を送られてるね。だから、ごめん、もう、ぶっちゃけ言っちゃうと、あなたへの返信、っていうのは2の次3の次だね。でこれが終わるまではみたいな感じがすごく強い。で別に彼忙しくないんですけどっていう人が見てるんだとしたら、やっぱり今さっき言ったように終わらせなきゃいけない過去っていうのがあるのよ。もうその過去についてはもう考えちゃダメだと。考えてたらもうずっと新しい恋愛できないから考えちゃダメだわみたいな感じの恋愛があって、それ今彼考え中だから、その時期はちょっとあなたへの返信がおろそかになる。なんかそんな感じで出てますね。だからあなたのせいじゃないこれ。あなたのせいじゃないからそこは心配しなくていいね。逆にあなたへはなんて思ってるのって、なんかいろいろあったんだねこの人ね。大変だったね、ちょっとお仕事がね。まあ今現在大変なんだけど、ちょっと1枚ジャンピングで出ました。よいしょ。いやまずね、あのね、あなたね、クリエイティブな人って思われてる、プラス、いや、しっかり気になってんじゃん。しっかり気になってますよ、これね。ただ、不思議なことに、あなたも忙しい人だと彼から思われてる。君もいろいろ大変だよねって思われてんだよね。あなたへの気持ちが、あることはあるのよ。で、あなた忙しそうだねーって言ってるのよ。思ってるのよ。ただ、僕はこの過去を捨てないと、ね。この状況を終わらせないと、あなたに向き合えないっつってね。あなたに向き合えません。いやこれでもね、この本当に彼の状況が終わるじゃない、終わったらあなたたち大恋愛になるんじゃないかな。運命の輪だよ、運命の輪が出ちゃってんだよ。いやこれ本当にすごいと思う。あなたたち何ちょっと
おかしい、おかしいぐらいな流れ、あの今からだと考えられないぐらい、なんかねすごいトントン拍子にいくと思うよ今後。ちょっとそこら辺も踏まえた上でルノルマンでちょっと流れ見てみますね。流れ、あなたたちがどういう風に進んできて、どういう風に進んでいくのか。コウノトリから始まった、コウノトリから始まりましたすごいね、この、ね、この出会いね、彼とのね出会いについては何者か、まあ、何かにこうもたらされたって言われてるよね。うん、いやもう普通にラッキーです、ラッキーって言われてます。家のカード、うーん、怒りのカード、なるほどなるほどなるほど、やっぱなんかそのラッキーがあったんだけども、ラッキー、そうだね、ラッキーがあったんだけども動かなかった感がめちゃくちゃ強いよねうーん、家のカードね、外に出ていかないし、だから合ってないでしょまずね。で怒りのカード、重いよね、沈むよね、うん、まあ安定っていう意味は、で、コミュニケーションのカード、あ、間違えた、コミュニティのカードか。コミュニティのカードで、ヘビのカード。あなたから見ると、彼って結構アクティブじゃない？なんかアクティブに見えるよね、多分ね。でも実際、彼って結構家派なんだけどね。家派なんだけど、なんか多分 SNS とか見たら、結構なんか外出歩いてんじゃん、みたいな感じになったと思うんだけど、意外と結構、地味な感じが好きなんだけどね、彼。1,2,3,4,5,6,7、ちょっと全部出すね。8,9,10,11,12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,OK。あのね、すっごい面白いこと言ってる。あ、分かった、くっそが。ごめん、今、まず、彼、結構やっぱコミュニティ大事にするの。コミュニティっていうのは友達、友人関係とかね。うん、友人関係、自分のグループっていうのをすごく大事にする。例えばなんか、大学時代の OB だの、なんか職場だの、なんかそういうのを大事にするっていうところがあるんだけども、その中に過去気になってた相手がいました。ただこれもう切れてます。もう切れてるのよ。なんで切れてるのにそんな気にするのって、多分ね、そう。まだちょっと未練があるかなっていうのはあるね。切れてるってね、関係が切れてるんじゃなくて、多分、アプローチしたんだけどダメだったとか、向こうに彼氏ができたとか、うん、なんかそんな感じだね、うん。そう。向こうに彼氏ができた、そう。諦めざるを得なかったっていうところがあんのよ。うん。気になるあの子になんとかかんとかだね。うん。で、そうなったら、次どうなったかっていうと、彼、自分の成長の方に目を向け出したの。僕は成長しなきゃいけないよ、みたいな。うん、で、そっち側で無知打っちゃってんのよ。無知のカード。そう。で、これ彼のカードね。彼が無知打っちゃってんの。自分に対してね。うん。で、その、なんか、何かに集中するとき、何かに楽しいと思うときに、ささやかな幸せ、幸福感があるよって。このまま建設的になんか行ったろう、みたいな感じになってる。うん。そうね。このまま建設的に、このまま、なんか立派になっていこう、みたいな。で、そこで彼の自意識みたいなところ、自己価値みたいなところが上がったところが鍵ってなってるから、そうだね。なんか彼、今、やっぱ、何かしらなんか、一枚二枚、成長、脱皮しようとしてる感じがするね。
やっぱ彼家が好きだけどね、家でなんかこう家族みたいな、なんかなんていうのかな、うん、落ち着いた感じが好きみたいだけどね。ほら見てここ、みんなから見えるかなこれ。うん、コミュニティに好きな人がいてね、その人とはダメになりました、あのこの好きな人がいてのところの下のカードがハートだもの。うん、でそうだよね、ほら鎌のカードの下は山ね、難しかったですっつってんのよ。でしかもコミュニティの下は秘密だから、その子のことが好きだったっていうのはあんまり周りには言ってないよね。秘密の関係だったんだね。うん、なるほど。やっぱ気にしてるよね。まだ気にしてるんだね。はいはい。うわー、もう鍵の下に月のカードが来た。これあなただね。あなた。ロマンチックなね、意味。あの、月のカードはロマンチックって意味があるので、もう本当に、ロマンチックの鍵が開いちゃうよ、つって。これはすげーぞ。来てますよ。ただ私気になるのが、あなたのカードがまだ出てない。ちょっと出してみるか、もうちょっと。なるほどね。ああ、わかったわかった。ごめん。最初にさ、この出会いはもたらされましたって言ったじゃん。それ、あなたと彼の出会いじゃないわ。ごめんね。ここまで聞いてくれた人にのみ、ね、言っちゃうけど、そう、あなたと彼じゃなくて、その彼と気になる相手の出会いっていうのが誰かから紹介されてるわ、これ。同じコミュニティの人から、うん、この子いい子だよ的な感じで、うん、それがねやっぱダメだったよね、うん、はいはい、そっか、その子と付き合ったりとか結婚までも考えてたってことだね。あれ、ここで出てくんの、あなたも同じコミュニティいない、あれ、あなたも同じコミュニティいいんじゃん。ってことは、彼が気になってた相手、あなたも知ってる人だと思うよ。まあ、名前までは知らないかもしれないけど、顔見知りだったりとか、まあ、見たことあるみたいな、なんかそんな感じがするぞ。あらまあ、あらまあ。うん、でもなんかその、まあ、彼が気になってることをうまくいかなかった、うまくいかないのはもう宿命として決まってましたみたいな、運命ですみたいな、なんかそんな感じが出てきたね。あ、そうですか。私の予想だとどっか行こうよだね。どっか行こうよ的な感じのこと言ってくるな。彼乗り物好きなんじゃないかな。どっかちょっと行こうよ的な感じのこと誘われた時がめちゃくちゃターニングポイント。もうどれだけあなたが柔軟にアグレッシブに対応できるか。でその時に彼、これだけ言っとくけど、彼否定されるの大嫌いだから、うん、否定ってその、ごめん、否定じゃないのよね、自分がした提案とかを曲げるのが嫌なのよ。わかる？しゃぶしゃぶ食べたいって言ったら、彼、しゃぶしゃぶが食べたいしかない人間になるの。どうにかしてしゃぶしゃぶ食べたいんだよ。そう。そんな感じになる人だから、だから、これしない、あれ行かないって言われた時に、お、いいね！それでいいね、もう。どんなにしゃぶしゃぶが嫌いでも、しゃぶしゃぶ最高だよねっつって。言ってくださいよっていう感じが出ましたね。はあ、なるほど。で、ちょっとね、私ずっと太陽作をね、言わなかったんだけどね、太陽作のカードが力のカードの正位置なんですよ。これもう力のカードってありのままを受け入れ合う、もう大恋愛ができますよってカードなんです。なので、
私が言いたいのは、まずは、彼に尽くそうみたいな、なんか、いい子ちゃんになるのだけはやめた方がいい。望んでない、まず、彼。そんな感じを。どちらかというと、まあ、どちらかと言わないでも、彼、恋したい方だし、追っかけたい方なんですよ。だから、まず、いい子ちゃんキャラをしてる人はやめましょうね。うん。もう、どちらかも振り回した方がいい。振り回す。まあでもね、あなたもね、結構、お世話好きだね。やってあげちゃいたくなるよね。やってあげちゃうよな、これは。それも嬉しがるんだよ。嬉しがるんだけどね、結局のところ。そうなんだよな、こう。付き合ってからはそれを求めんのよ。そのあなたの尽くし体質をやってあげたいみたいな、それは嬉しがるの。ただ付き合う前だとね、違うんだよね。彼の方に頑張らせた方がいいんだよね。だからもうちょっとわがままになってください。小さなわがままでいい。あれ取ってね、ちょっとね、水買ってとかね、なんでもいいんですけど、小さなわがままをいっぱい言ってみましょう。まあ、会えたらの話ね。会えたらの話。で、連絡に関しては、やっぱり彼が終わるの待ちっていうかね、わかる？整理待ち？自分の気持ちをちゃんとなんかこう、整理整頓してくれるの待ちって感じなので、今のあなたにはちょっとごめんなさい、何もできないかな。でも嫌われてるわけじゃ決してないので、ちょっと彼を信じて、もうちょっとだけ辛抱してみましょうね。で、彼に尽くす価値がないって今ね、思ってるかもしれない、思ってる人がいるかもしれないんだけども、それはまだまだ後に、ちょっと取っといてください。尽くす価値あります、これ。っていう感じでした。サンバさんありがとうございました。また見てね。じゃあね、アブドゥルラ。